MMM 遅れで毎日がカルナバル、初心者のアミーゴもアシスト機能で、ほんとんどマツケングッズ続々、今すぐ DMM オンクレー。ああ、そうですね、まあ、あのどんな、内容って言いますか、とってもあのなんか楽しみでしたけども、はい。あります、もちろん、まあ、あのいつも子供を連れてですけども、大体ぬいぐるみですねいわゆる子供が取れなかったら私がやってこうゲットしたりっていう、私の方がうまいね早かったらねもう2回ぐらいで取れますね、まあ、取れない時は10回ぐらいやっても取れないけどまあ最近でも本当にそういう場所があったらたまに行ったりっていうのはありますね。まあ、そのぬいぐるみがやっぱり目当てですかね。そうですね、かなり大きいものを取った覚えがありますね。このぐらいのぬいぐるみですか。はい、まあ面白いですね、やっぱりでかいのはやっぱり取れるとやっぱりなんか気持ちがこうね、やったーって気持ちになって、いや初めて聞きました。今日はちょっと実際に試していただけるそうなので、あそうですか、はい、体験していただけますか。お入りましたね。お取れた取れた。あ、そうですね、そうですね。あ、面白いね、すごいな、携帯でもできるとは。携帯でやった方がいろんなもん、あの普通 の、 あのクレーンゲームにないものが取れるんですね。初めての人もみんなで、ね、やりやすいんじゃないですかね。そうですね、やっぱりあの他ではないグッズがあるといいですよね、その、オンクレならではの、あの帽子とか、いや何だろう、自転車とか、抱き枕かで、まあ、そういうなんか大きいものがいいかな。いやすごいあの明るい雰囲気で、ね、結構あの楽しいものにできたと思いますね、はい。まあ、だからあのそのクレーンゲームがその携帯でできるっていうその面白さがねやっぱ伝わればいいかなっていう、そうですね、あの歌ではねその いつも歌ってるんですけど、それ普通に喋るっていうのはなかったんで、カルナバルまあその釣り上げられたり落とされたりっていうのが、ね、実際にはやってもないで自分でやるんで、その辺がちょっと苦労したかなって。そうね、まあ私はあのなんだろう、まあ、自分なりにやってたんですけど、あとはその技術の方がね、それをうまくこういろいろ調整してやってくれたんで、よりリアルに多分見えると思います。まあちょっと演技でやらせてもらいまして。DMM オンクレ楽しいですよ。ぜひ試してください。お願いします。おはようございます。お願いします。今このステージが仮にそういうクレーンゲームの中というイメージですかね。お願いいたします。音ください。テスト
ラストちょっとうるうるしちゃってる感じ。これちょっと真顔系ももらっていいですか？粉いいね。じゃあめちゃめちゃいいです。いいですね。はい、真面目な表情も一回もらっていいですか？はい、うん、めちゃめちゃいいです。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。了解です。どうもありがとうございました。本日はありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。出来上がり、ね、楽しみにしてます。ありがとうございました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 。